日本石川県金沢市南町南町は石川県金沢市の地名。郵便番号は920-0919。全域で住居表示実施済み。地元では南町というアクセントで発音されている。国道157号が南北に通り、武蔵が辻と高林坊の中間に位置している。小山神社参道にある旧南町の石碑南町は、 1546年に一行僧が金沢城前に金沢御堂を創建したのが始まりとされている。金沢城の寺内町として形成された町であり、金沢御堂の南側に位置していたのが町名の由来とされる。明治時代に入ると第一国立銀行や保険会社が並ぶようになり、金融街としての位置づけがされるようになる。太平洋戦争後は金沢市内でも、 有数のオフィス街に発展を遂げる。現在では200以上の事業所が本支店を構えている。戦国時代から続く南町は1965年及び1966年に住居表示制度により、高林坊1丁目、2丁目、小山町、高岡町に分割されて一度消滅する。しかし、町名が消滅した後も国道157号の交差点名や、 北陸鉄道のバス停名に、南町という名称は残り、繁昌地名として使われ続けた。平成時代になって、これまで主計庁などを復活させてきた金沢市による旧町名復活運動が、この南町にも着目することになる。2008年1月に、金沢市旧町名復活審議会が、南町の復活を答進し、同年11月1日に、南町が復活した。 オフィス街で、急町名が復活したのは初めてである。なお、復活にあたっては、コミュニティ組織を単位としたため、かつての町域とは少々異なっている2018年4月1日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。なお、上包み町を合算している値になっています。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 現存しない旧金沢、中日ビル北国新聞赤羽掘ル主要なもののみ、記載。旧南町の一部は含まれていないほか、旧上松原町、旧高岡町及び旧高岡町上野部のうちの各一部が、含まれている。ありがとうございます。